皆さんこんにちは。情熱で奇跡の成長を導く。日本で唯一売り上げ上げるチームビルディングコンサルタントの岩見です。今日のテーマはですね、えー、愚痴が出ない組織を作るためにという話をしたいと思います。まあ、前回はあの愚痴が出るということの一つがですね、まあ、定期的にあ話すうこう時間がないからだし、そういう場を持ってないからという話をしたんですけれども、 まあ、あのそれも一つですね、えー、愚痴が出ない組織を作るために必要なんですけれどもじゃあなんで、えー、コミュニケーションを取る時間を取ってないかとかなんかそういう時間をなんで持ててないかっていうことを一つ考えるとまあもちろんですねそのビジネス一つ一つのこうビジネスが持っているこう特性みたいなものがあってなかなかそういう時間が取れないんだっていうことも一応あると思うんですけれども。 私が、こう、最近いろんなお話を聞いてて思うことはですね、効率的に仕事をしすぎないことではないかなと思っているんですね。うん、まあ、無駄な仕事はする必要はないんですけれども、まあ、すごく効率的に仕事をしようとしすぎることで、まあ、詰め込むっていうことも含めてですけど、まあ、時間的、心理的余裕がないっていうことが起きてるなというふうに思うんですよね。 まあ結局時間的心理的に余裕がない時に不満がたまる不満愚痴がたまるまあそれは要は一言で言うとこうストレスがすごくたくさんかかっている状態ということですね。人はやっぱりこう大きなストレスがたまるとやっぱりこうそれをこう晴らすというようなことって当然ながら起こるわけですよね。まあ,あのもちろんですね仕事が特殊な だからかそう仕事そのものでストレスがたまるっていうこともあるんだとは思うんですがその効率的に仕事をしすること、まあ、それを求めすぎることで、えー、こう詰め詰めにやることで、えー、時間的心理的に余裕がなくてまあ結果ですねまあ愚痴がたまるというか不満がたまるということになるんだろうなというふうに思ってます。だからまあ愚痴が出ない組織を作るために えーまあ、やっぱそういう,こう効率的に仕事をしすぎることを、まあ、あのやめるというか、まあ、それがあやりすぎないということをどう考えるかっていうことが大事なんじゃないかなと思ってます。だから是非ですね、まあ、愚痴が出ない組織を作ろうと思うと単純に愚痴があを言っちゃダメだよとかそういうのはダメだよというわけでは言ってもそれはまあ結局結果出ちゃうので。 ま、やっぱりあのそこの根本になんでそういうことが起きるのかとかっていうことをちゃんとやっぱり考えてですね。まあ、やっていただくことが大事なのかなと思っています。いかがだったでしょうか？情熱的奇跡の成長を導く、日本で唯一売り上げ上げるチームビルディング、コンサルタントの岩見がお伝えしました。ありがとうございました。